X カーネルがスワップ処理を行う頻度を変更するためのパラメータである。スワピノスには0から100までの値を設定することができる。低い値を設定するとカーネルは可能な限りスワップを行わないようにし、高い値を設定すると積極的にスワップ領域を利用しようとする。規定の値は60となっており、大抵のシステムでは100に設定すると 全体的なパフォーマンスに悪影響を及ぼし、例を含め低い値に設定すると応答速度が向上するとされる。要約すると次のようになる。Linux でスワピノスを一時的に設定したい場合、例えば100に設定したいなら、ルートユーザーにおいて下記のコマンドを実行する。エコー100、プロク、シス、VM、スワピノス。あるいはシスドル WVM、スワピノスイコール100。 同様に高級的に変更するためには、エトセトラ、シスドル、カンフファイルに、下記の行を記述し、再起動する。VM、スワピノスイコール100。現在の値を確認するには次のコマンドを実行する。キャット、プロク、シス、VM、スワピノス。Linux、チューニングスワピノス。2012年7月13日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2010年6月8日閲覧、ありがとうございます。